野電機のマルチ GNSS 受信機を紹介いたします。弊社はですね、 GPS のチップとモジュールを展開しております。モジュールの方は3種類ありまして、1つは GN と呼ばれるスタンダードなナビゲーションのものになります。で、2つ目がデトレコニング、自立後方機能に対応しております。で、3つ目がタイミングの時刻情報を出力するものになっております。で、今回はですね、この自立後方の機能を紹介したいと思います。自立後方というのは、衛星が受からないようなトンネルの中でもジャイロセンサー、加速度センサー、あと車速パルスを車の方から引いてきまして、その情報をこの中で衛星情報と一緒に合わせ込んで、トンネルの中でも位置情報を出力するというものになります。今回はですね、このデッドレコニングの機能、位置情報の精度が 2.5 メートルの位置誤差まで抑えることができました。で、またこの 2.5 メートルというのは道路の道幅に収まるほどの精度になりますので、ナビアプリと作り込みをする際にも簡単になっております。で、さらにですね、補足衛星の話になるんですが、ガリレオ、ヨーロッパの打ち上げてますガリレオ衛星の方にも対応しておりますので、補足衛星数がぐっと増えるようになっております。なので E コールなどのヨーロッパの案件にも使っていただけるようになっております。この GNGV のモジュールはですね、カーナビメーカーさんの方にお使いいただけます。カーナビメーカーさんの他にもですね、ブラックボックスと呼ばれるトラッキングのプロダクトを作っていらっしゃるお客様の方にも使っていただけるようになっております。それでは私の方からは、古野電機が今参考出品とさせていただいております新しい ETC2.0 車載機のご紹介をさせていただきます。まず目玉はですね、これだけで ETC2.0 サービス対応ということでございまして、今まで ETC2.0 は、カーナビゲーションと ETC 車載機の連動で、サービスを受けられるものになっておりました。ただですね、私どもが今、企画開発検討しておりますこの車載機は、端末側に GPS を、載せることで、自社位置の情報を、軌跡を取ってですね、高速道路の、インフラ設備側に、情報収集するというサービスを、搭載しておりますので、カーナビゲーションで GPS を使うということはなく、この ETC2.0 端末だけでサービスを受けると、こういった商品になっております。 ETC2.0 は2016年度から、新しい、高速料金の割引に対応することになっております。国土交通省様の方では、料金をですね、値引きをするだとか、そういった新しい施策で ETC2.0 の普及を目指しておりまして、関東の一部区間では、区間割引というものが、対象で ETC2.0 の対象で実施される予定となっております。またこの車載機は、端末の方から、VIX の情報を発話でドライバーにお伝えする仕様になってございます。渋滞回避支援や安全運転支援、そういったものをこの端末のスピーカーからドライバーにお届けするという商品になってございまして、やはり一番の魅力は今まで、カーナビゲーションからそれをお伝えしてたんですが、こちらの商品はここからしゃべるということになっておりますので、お客様のですね、購入コストというものが、カーナビいらず端末だけということで、お求めやすい価格で今までより、購入できるかと思います。また最後に、古野電機は GPS の、メーカーをしておりますので、日本品質、我が社内製している GPS を積んでおります。ETC 車載機自体も品質にこだわっております。 GPS も日本品質で品質にこだわっております。なので、安心してお使いいただける商品になっていると思いますので、ぜひこの機会にご注目をお願いします。